エジムンド・アウベス・デ・ソーザネとは、ブラジル・リオ・デ・ジャネーロ州、ニテロイ出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。登録名は、エジムンド。1992年、CR ・バスコダ・ガマのユースの試合で中央から4人、抜きゴールを決め、数日後 A チームとの練習で監督に認められ、わずか16歳で、ユースから昇格した。翌年、パルメイラスが、獲得。 1993年5月22日のフェロビアーリア戦の中継でゴールを決めた際にあるサッカー解説者がアニマル、野獣と名付け、以後あだ名として定着した。またラフプレーも多く、レッドカードも少なくなかったため、問題児としても有名になった。1993年、1994年は、リンコン、エジウソン、エヴァイールラと攻撃陣を形成し、 二年連続でブラジル選手権優勝に貢献した。しかし、チームメイトの間柄は、良好とは言えず、1994年の末にフラメン語に売却された。フラメン語でのロマーリオとコンビは、バッドボーイズと異名を取ったが、しかしチームはうまく機能しなかった。1997年のブラジル選手権では、サンジョアン戦で一人で6ゴールを決めるなど、チームを優勝に導き、 自身もその年の得点王に輝くとともに、レーナウドの最多得点記録を20年ぶりに更新する活躍を見せた。1997から98シーズン途中、セリエ A のフィオレンティーナに移籍、3月29日の SSC ナポリ戦でセリエ A 初ゴールを決めた。1998から99シーズン、ルイコスタ、バティストゥータラと並んで、 攻撃陣の一角を占めて、第四節ウディネーゼ戦では、試合終了直前に決勝ゴールを決めるなど、一時はチームを首位に立たせる、活躍をしていたが、終盤で得点源のバティス・トゥータが、故障離脱して、危機的な状況の際、リオのカーニバルに参加するため、ブラジルへ帰国した。もともと契約には、カーニバル休暇の条項があったとはいえ、少年までの離脱行為は、 多くのサポーターやチームメイトからの信頼を失った。また、ここでも数々の問題を起こし、バスコダが前復帰。2000年に開催された第1回フィファ、クラブワールドカップ決勝、コリンチャンス戦では、PK 戦で自身が PK を失敗し、優勝を逃したが、マンチェスターユナイテッド戦では、ロマーリオの先制点を、アシスト、さらに巧みなコントロールで DF をかわし、ゴールを決め、 チームを勝利に導くなどの活躍でシルバーボールアワードを獲得した。その後レンタルでサントスやナポリでもプレーした。2001年クルゼーロからリリースされ J2 降格の危機に立たされていた東京ベルディ1969へフリートランスファーで急遽入団。J リーグデビューとなったセカンドステージ10月31日11節のセレッソ大阪戦でいきなり ゴールを決める。東京ベルギ1969は、エジムンドの加入後、3勝1敗1分けの成績で14位に滑り込み、チームの J1 残留に大きく貢献した。2002年は、怪我を口実に、プレシーズンのキャンプに参加せず、リオのカーニバルに参加した影響で、第5節からの登場となったが、ストライカーとしてだけではなく、ゲームメーカーとしても多くのチャンスを演出した。 7節の浦和レッズ戦で2002年初ゴールを決め、10節 FC 東京戦では決勝点を含む2ゴール、セカンドステージ2節のビッセル神戸戦で決勝点を含め2ゴール、6節の名古屋グランパス戦では決勝ゴールを最終節のベガルタ仙台戦でも2ゴールを決めるなど合計16点を決め、5月12日の J リーグカップではビッセル神戸戦では ハットトリックを決める活躍をしたが、高額な年俸がネックとなり退団した。またこの年、ジョモオールスターサッカーに出場した。2003年に移籍した浦和では、ハンス・オフト監督がエジムンドを核としたチーム構想を抱いていたが、練習方法への不満、意見の相違から退団した。出場は、J リーグカップ予選2試合だけということになった。フルミネセでは再び、 ロマーリオトにトップを組み、話題になった。長期の負傷から復帰したばかりの2005年に、ノバエグアスへ移籍するが、1ヶ月足らずで退団。直後に加入したフィゲーレンセで、エースとして活躍。2006年にはフルスであるパルメーラスに移籍し、2008年からは、キャリアをスタートさせた、バスコダガマに復帰し、現役を引退した。 1992年から2000年にかけて39試合でプレーし10得点を記録。3度のコパアメリカとフランスワールドカップに出場。フランスワールドカップでは2試合に出場。この時の決勝、フランス戦では体調不良のロナウドの代わりに先発出場することとなっていたが、試合直前にロナウドが先発することとなった。 1997年のコパアメリカでは優勝も経験。1995年のアンブロカップや1997年フランスプレワールドカップでもプレーしたが、不運にも同時期にロマーリオ、ベベット、ロナウドがいたため途中出場やベンチが多くレギュラーをつかめなかった。現役引退後はフォックススポーツなどの解説者を務めている。2016年11月には 同月30日に、コロンビアメディジンで開催される予定であったコッパー、スダメリカーナ2016決勝ファースト、レグの解説のため、シャペコエンセの遠征メンバーと同じチャーター便に登場する予定であったが、直前にキャンセルとなったため、ラミア航空2 9 3 3便墜落事故の遭遇を免れた。なお、元ブラジル代表のマリオセルジオ・ポンテスでパイバが、 エジムンドの代わりにシャペコエンセの遠征に同行し、墜落事故に遭遇して命を落としている。ありがとうございます。